じゃあ料理作ろうか、じゃあ。いや、まずね、酢を作りますね、酢を。じゃあ酢を作ります。はい。お酢をね、作りたいと思います。これね、どれぐらいのが必要なの？ちょっと教えて。どれぐらいが必要なの？この酢。これ。まあ、酢を作るんだけど、どれぐらい？この蜜柑のね、酢を。どれぐらい入れた方がいい？いや、これ一本じゃないでしょ。さすがに。半分？そんな入れんの？一応3合炊いたんだけど、ご飯は。3合炊いたんだけど、どれぐらい入れたらいいの？半分？ほんとに半分？ねえ。2本？いや、2本、1本しかない。うん。いや、クックパッドで予習してるの知ってんだぞって、まあ、ちょっとだ、まあ見たけどね、大さじ。いや、大さじ4杯って書いてあるから、どれぐらい大さじ4杯って。これ真面目に作っていけない。これがまずいとさ、酢飯がまずいと、正直、食えないじゃん。うん。だからスプーンあるからこれでやろうかなと思って。じゃあこれ、じゃあ4杯でいいのね、これ。じゃあ4杯でいいのね。まず1杯ね。1杯。2杯。3杯。4杯。これでいいか。いや、こんだけ結構あるぞ、これ。そして、スティックシュガー。これをどれぐらい入れるかだね、これを。うん。これ4本でいいんじゃない？同じ大さじ4本ぐらいで。このスティックシュガー、まあ、4本でいいかな、これ、4本で。ね。いや、全部はさすがにないでしょ。まず1個ね、これ。あ、3本でいいかな。3本でいいか。これ結構多いな。これ結構多いな、これ。じゃあ4つ入れるじゃん。じゃあ4つ入れます、スティックシュガー。で、あとこれですね、食塩。これはあとどれぐらい入れるか。やばい、ちょ、これ捨てていい。これ、ちょっと捨てていい、これ。一回やり直していい。かなり入ったんだけど、今。うん、これはないわ。これ捨てていい、これ。これどうしよう、これ。うまいの、これ。酸っぱい。めちゃくちゃ酸っぱい。いいかこれ、めちゃくちゃ酸っぱいんだけど。なんで砂糖入ってるのにこんな酸っぱいの？酢があれなのか。ちょ、スティックシュガー入れよう、ちょっと。これ酸っぱすぎるな、これ。酸っぱすぎるな、ちょっと。砂糖もう一個入れます、これ。うん。よし、5本。で、これちょっと舐めてみます、一回。甘いな。甘くなったらちょっと。ちょっと塩入れるか。うん。いい感じだ。これでいいか。ちょっと甘いかもしれないけど。
うん、これで煮ます。そして、このね、ご飯。ここに入れたいと思います、ご飯にね。ご飯ちょっと固めに炊いたんですよ、これ。ご飯。ご飯を固めに炊きました、今回。酢飯だから。うん。で、今ね、この、あ、ちょっとかき混ぜるか、一回。かったいな、ご飯。何が汚いの？いや、綺麗じゃん。何が汚いの？とりあえず、かき混ぜて、そして、この酢をね、さっき作ったこの酢を、混入します。これで酢飯が完成です。いきます。で、これでよくね、かき混ぜて。うん、いいんじゃないかな、これ。まあ、いい感じの、うん。あ、いい感じじゃない、これ。うん。いや、これいい感じ、マジで。よし、酢飯完成。ちょっと味見してみます、これ。俺が。味見。多分うまいと思う、酢飯。いただきます。うまい！これお寿司のあの、あれじゃん。お寿司の、お寿司のご飯だね、これ。いや、ほんとにうまい。うん。だこのご飯だけで食べれるもん。正直。正直このご飯だけで食べれますね、これ。ああ。じゃあこれ酢飯完成ね、これで。とりあえず。酢飯完成です。いや、3号、3号。うん。3号で、水 2.5 で炊いたから。うん。そして、玉ねぎどうしよっか。あ、ちなみにツナ缶これ使います。ツナ缶はね。ツナ缶これね。はい。これのツナ缶を使います、これね。マグロのツナ缶これ2つ。はい。これで、ね、作りたいと思います。はい。で、とりあえず切りますね、これ。てかもう、玉ねぎいらないか。玉ねぎやっぱいらないか。切らなくていいか、玉ねぎ。まあ、これは切るけど、これは切るけど。玉ねぎいる？缶切りありますよ、これ。缶切り。これ、缶切りってこれでしょ？俺も、あんまり使ったことないけど。うん、じゃ玉ねぎ茶切るか、じゃあ。これさ、あの、前の料理したやつで洗わなくていいか、これ。これ前に料理したさ、やつが残ってんだけど、これ。大丈夫でしょ、これ。だって同じだって玉ねぎじゃん、これ。まあ、大丈夫でしょ、これ。同じ玉ねぎだし。この皮だけちょっと、
剥きたいな。ちなみにね、あと、木田ストアで、これ買ってきました、あと。王座ね。餃子の王将を半額、140円ね。餃子の王将。で、あと、バランス弁当ね。これがなんと、いくらだ、これ。これ、180円ぐらい。バランス弁当。で、あと、この、彩りバランス弁当が、190円。で、あと、ミックスサンド100円。で、あと、彩り、お膳弁当。これがね、190円。安いでしょ。足腐ってる？腐ってないでしょ、足。どこが腐ってんの、足。ね。腐ってないじゃん。いや、黒ずんでるのは、俺スリッパ履かないから、裸足で台所とか全部移動してるから、だから汚い。これ全部これ取れない、これ。この皮って食えんの？玉ねぎの。これ取れないんだけど。この皮って食えんの？大丈夫？切って。もういいか、めんどくせえ、これ。こんな人はいいだろ、これ。これでみじん切りにします。これをね。何作ってんの？いや、みじん切り玉ねぎの。これさ、焼いた方がいいのかな？俺思ったんだけどさ、これ前ね、シーチキンにさ、入れるって言ってもさ、少し焼いた方がいいんじゃないの？これ。こう、きつね色になるまで焼いてから、シーチキンに入れた方がいいんじゃない？これ。どうなの？焼かなくていいの？ね。焼かなくていいか。めんどくせえから。焼かないで入れちゃいましょう、これ。うん、よし。じゃあどっち？焼いた方がいいの？
焼かなくてよくない？どうなの？焼いた方がいいの？ねえ。焼かない。どっちやる？焼いた方がいい。生のがいい。じゃ、生でいくか。じゃあ。これだけしてよ。よし、これ完成。うん。待って、じゃあアンケートに決めるわ、じゃあ。うん。俺わかんないから、焼いた方がいいのか焼かない方がいいのか。うん。アンケで切ります。玉ねぎ。焼く。焼かない。焼くに決まって、いや、わかんない。まあ、どっちでもいいよ、だから。できます。5、4、3、2、1。あ、じゃ焼かないで。はい。わかりました。じゃ焼きません。はい。よし、とりあえずこれを、なんかないかな？置く場所がないな。あ、いいか。これ鍋に入れちゃうかも。あ、でももういいや。ちょ、どうしようかな。なんかないかな？置く場所がないんだよ。置く場所はないんだよ。あ、これでいいや。とりあえず、ここにね、ここに置いときます、これ。これ、綺麗でしょ、これ。そして、あれ、あった。これね。これも切ります。これも、あの、仕上げにね、あの、シーチキンの上に置くやつだから。この、ホットデギは。みじん切りにならねえな、これ。よくできんな、これ。普通に切ろ。いや、普通、やっぱ無理だ。みじん切りってよくできるね。すごいな、みじん切りってできる人。よし、これでいいや。これは捨てます、これ、あと。これ、残り残り、これはね。もうちょっとでいいか。いや、これだって、こんなのだ、こんなの食う人いんの？残りのこれ。よし。これはまあ、いいや、捨てるわ。残り。よし、これ長ネギね、完成です。これも置く場所がないから、とりあえずこのね、酢が使って、酢の上にこれ置いておきます。よし。よし。これでね、完成しました。
そして、次ね、次の工程が、これにね、シーチキンを入れます。これにね、シーチキンを。この缶切りで開けたやつは入れますね、これ。いや、手なんか洗わないよ。別に俺しか食わないじゃん。料理作るとき手とか洗ったことないんだけど、俺。自分しか食わないもんだって。1個でいいか。これ2個入れなくていいでしょ、2個。1個でいい、ツナ缶。だってこれかなりでかいもんな、これ思ったけど。2個？いやーでもね、俺ね、寿司の中で一番好きなのが、シーチキン軍艦なんだよ。シーチキン軍艦一番好きっていうか、もう彼絶対食べるね、寿司屋行った時は。だから今回ね、シーチキン軍艦を、巨大シーチキン軍艦を作ろうかなと思って。すげえでかいでしょ。これリスナーからもらったんだよ、これ。リスナーが送ってきてくれたシーチキンの缶。やっと使える時が来たと思って。よし。だって、これめちゃくちゃあるよ、これ。これ開かない。開かないんだけど、これ。どうすんの？これ開かないんだけど。開かないよ、これ。危ないな。これさ、油入れていいのかな？これ油取り除いた方がいいんじゃないの？どうなんこれ、油めっちゃ入ってんだけど、これ。超入ってるよ、油、これ。どうだこれ、油は入れない、入れたらダメじゃない、これ。油問題ないの、本当に。シーチキン軍艦作るときって。本当に？本当に大丈夫よ、この油。こう大量の油、これ。ん？入らないの？これ。入らない、これ。なんで入らない？油うまいのは知ってんだけど、でもそのシーチキン文化に油いるのかなと思って。大丈夫だね、ほんと。シーチキン文化だってさ、寿司屋のシーチキン文化ってさ、油なくない？シーチキンに。ある？本当に？本当にあんの？よし。
しょ。2か。よし。ああ。よし。じゃあね、この、ここに入れてね、入れましょう、この中に。うまそう。ね。高いじゃないの。で、これを入れます。いや、ちょ待って。これだけで待って、これだけでいいや。これ開けちゃったけど。さすがにこれ、いや、十分でしょ、これ。いや、こんなにあるとは思わんかったわ。うん。いや、もういいだ、無理いいでしょ、これ。だってめちゃくちゃ多いよ、これ。うん、これだけで十分だ、ほんと。もう全部食べれないもんだって、これだけでも相当多いよ、これ。シーチキン。うん。少ない。ジャンボってか、でもさ、限度があるんじゃん、ジャンボって言っても。これでも十分ジャンボなんだけど。このツナ缶分かんない、俺リスナー缶をもらったから。じゃあ、まあ、作って冷蔵庫入れときゃいいか、じゃあ。うわぁ。やばいな、これ。こんな大量のシーチキン初めて見たんだけど、俺。そしてこのね、ネギ、玉ねぎをね、入れます。そして、これを、マヨネーズね、マヨネーズ。マヨネーズ。どれぐらい必要なのか、マヨネーズ。全部入れた方がいい？じゃ全部入れるか、とりあえず。じゃ新品のマヨネーズね、これ。新品のマヨネーズを1本。で、あと混ぜます。うん。これ混ぜて、こう、完成するってね。うん。いや、だってね、いや、でも、いや、この量混ぜるの機械とかなんか無理じゃね？手でやんないと。え、だって、手でやるんじゃないの？混ぜるときって。違う。かなりいい感じ混ざってきたな。味見していい？これ、多分うまいと思うんだけど、これ。これ絶対うまいよな、多分。これ絶対うまいと思うわ、これ。これ。
うまい。うん。めちゃくちゃうまい。うん。一回手洗ってくるから。そしてここにね、あの、チキン軍艦を作るんで、この皿で、これで。ちょ、一回。それでも、まあ、いいか。このままやるか。なんか、タオルみたいないかな。タオルみたいないかな。ヨッサン T シャツで、ヨッサン T シャツちょっと手振ろう。で、ご飯をやっていきます、これ。ご飯を。もう酢飯をね、酢飯をここに乗せて。3号で足りなかったかな、なんか少ないな、3号。うん。これ、チーチキンだけ大量に余るんじゃねえ、これ。うん、ちょ、少なかったな、ご飯。これはしょうがないな。よし、これでご飯完成。うん。で、あとこの海苔ね、これ。海苔。ね、こう。これ先にマヨネーズやった方がいいかな、これ。先にマヨネーズやった方がいいか、これ。うん。いや、3号、3号、マジで3号、これ。え、これマジででかいよ、見る？ほら。うん、これ3号。3でちゃんと 3つ入れたもん、今回。これ先にちょっとシーチキンを入れた方が良さそうだな、これ。ああ。先にシーチキンをご飯の上に乗っけた方がいいな、これ。ああ。そうしよう。
よし、これで、あ、でもこれであれだな。半分にした方がいい。よし、完成。これは特大ね。特大。来た！ああ、完成しました。特大ジャンボシーチキン軍艦。ああ。いや、でもうまいと思うよ、これ。うん、絶対うまいね、これ。あ、でさ、あ、そう、最後に、これね、ここにこう、して完成する。こんな感じで寿司屋に並んでるでしょ。いや、マヨネーズもかけた。ね、これ。どっから見てもこれシーチキン軍艦、これが。ああ。どっから見てもシーチキン軍艦なんだよ。ツイッターあげろ。写真撮るわ。よし。さて、じゃあ食うか。お腹すいたし、何も食ってないんだよな、俺。これ絶対うまいよ、これ。絶対。いや、スプーンでいい。手よりスプーンの方がいいでしょ。だって、スプーンじゃ無理じゃないこれ。いや、手。いただきます。うん、うまい。うまい、これ。うまいね、マジで。終わり？いや、もう終わりでしょ。うまいのこれ。
ああ。いや、しゃくしゃく。お腹いっぱいになってきちゃった。いやいや、お腹いっぱいになってきちゃった。遠慮してないよ。マジでお腹いっぱいになってきちゃった。シーチキンもめちゃくちゃあるよ、まだ。これどうすんの、この残りのシーチキン。これ